この辺で行くんじゃね。そしたらもう、あ、来た。さあウィールアプリやっていきます。次回、はい、おめでとうございます。あざすあざす。なんかありましたっけ。ありがとうございます。なんか怖いなてかすげえそいつ気になるんだけど。総合値42。あー、彼ですか。でトップ下の、うん、いや僕らのキーマンなんでね。めっちゃ光ってるもん。ただ今回の検証には一番の注目選手なんですよ。あ、そうなんだ。ということで今回やっていきたい内容なんですけど、スタミナ検証。お、僕らって結構試合していく中で、うん、うわースタミナ減った、交代しないと、とかってよくあるじゃないですか。めちゃくちゃありますね。まあただビダルとか、まあ、あと A さん持ってるとネドベドとか、ネドベドスタミナが無尽蔵にある選手とかって、はい、大体後半とかでも疲れてないじゃないですか、うん、なので今回はスタミナの値が、うん、50代、はい、で70代、はい、80代、90代の選手、はい、同じ条件で走らせて、はい、すごい拷問ですか。まあ拷問に近いやり方ではあるんですけどね、はい、スタミナ入ってくると赤い表示になるじゃないですか、うん、赤くない。あとちょっとでもうもう俺やばいみたいな、はい、あれが出るためでの時間をそれぞれ測って、はい、どれぐらい差が出るのかっていうのを検証していきたいんですよね。なるほどね、はい、同じ、全く同じ条件でね。そうそうそう、はい、なんでまずは、うん、このトップ下に控えているこの選手なんですけど、はい、スタミナがですね56しかないです。56か、バーチャットと一緒ぐらいだな。もしかしたら本当に前半の 2,30 分ぐらいでバテる可能性があるかもしれないです、ね、あ、それで、まあ、赤くなったラインでここで、まあ、終わりみたいな感じにして、そのタイミングでストップしたりですね。で、後半になるとさ、ちょっとさ回復するじゃん。そこもなんて言うんだろう、そこも、ね、まあ、前半で、うん、前半で赤くなっちゃった人はもうそこまでだよな。そうそうそう、後半にはいけない。後半にはいけない。なるほど。なのでもう後半になったら、まあ、回復するのも含めてどれぐらい持つかっていうところを計算していこうかと思います、はい、おー、いやー、でこれ結構参考になるかもしれない。でもそうっすよね。だってずっと走らせまくるの、もしかして。ずっと走らせまくります。なるほどね、はい、ということでまずはこのスタミナが50代の選手から走らせていこうと思います、はい、で徐々に70、80、90とスタミナがある選手に上げていこうと思います。もうただ俺が走るのを見るだけの動画になっちゃうかもしれない。了解です。俺の方のキックオフからの時は渡せばいいんですよね。そうです。その仕事ですよね今日は。はい、はい、今日その仕事のみです、ね、そのためだけに私今ここにいると。もう本当に申し訳ないですけど、ね、ちょっとそこだけはお願いしてということで。簡単な仕事だな。まあコンディションとかはもうちょっと加味しないでやらせてください、はい、ね、ちょっとそこまで突き詰めちゃうとね、結構そうだね、もうそこまでねやっちゃうとめんどくさくなっちゃうね、うん、この横のやつかな。あ、こいつだ。いえ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 、あとはずっとダッシュですよね。はい、で、あとはここをもう走りっぱなし。はい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 、それを行き過ぎるとやばいってことだよね。そうです。行き過ぎるとまあ出ると。あ、危ない。この野郎がもうちょっと後ろ下がりますわ。ちょっと仕事しますわ。あいつらを避けてくれるって感じですか。仕事しますんで。ありがとうございます。いや、これ地味な作業だな。もうやばい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 。前半10分ぐらいだぜ。まだ、お前だってお前これシャトルラン何本よ。まあいいんじゃない、細かい数字は。まあいいか、うん、あ、来た。はい、やお前マジかよ。センターバックでこのスタミナやばい。では次はちょっとまあこれ前半だと思って見てください。そうですね。どうなんだろう、スタミナ76、さっきの選手からもう20一気に上がるような感じですね。半分45分で耐えきれんのかな、ね、持つかな。 OKOK さあスタートいきます。まあ多分本当ずれたって言ってもちょっとしかずれてないだろう、うん、そうだね。さあさあ、あとはね、あ、だけやっぱ減り方全然違うな。違う、ボール持ってからどのぐらいなのかみたいな。全然も、どう？いや、まだ全然大丈夫。マジか。うん、半分。いや、感想はいいか。感想あるぞ、これ。いや、結構持ってるよ。あ、だけどね、もう半分以上は減ってきた。おお。今、まあ、30分経過した感じかな。そうだね、30分経過しましたね。だけど、もうちょっとで多分なくなる。マジで？うん。頑張れ、カラスコ。俺のレッツの900への道のメンバーじゃねえか、お前は。あ、終わった。はい、続いて、まあちょっとあのスタミナ80代の選手はあんまり変わんないかもしれないんで、もうそのまま90代一気にねと思います。樹海の中で持ってる選手の中で一番スタミナがある選手がこちら、はい、ビダール。ビダール
まあ、他の名前は、まあ、樹海と読みますけど、未来系樹海ですね。未来系、なんで俺が罰ゲームやるのかもう決まってるみたいになってるんですか。俺頑張りますよ。応援してあげてください。ばっかりやろう。900レートね、頑張ってるんで樹海さんは。ということで、スタミナ93あります、うん、だって俺途中でビダルスタミナが原因で交代させたことなんて一回もないから。そうだよね。さあやっていきましょう。まずね、前半耐えれるかどうか。今のとこ76も後半いってないからね。まあ、後半さえいければね、ちょっと回復するので。ビダル分かりやすい。あ、いるな。もうこれだよな。よしよしよし。もうビダルさん全然疲れないね。さあ、あとは走らせまくるだけですね。ほんとシャトルランやらしてるみたいな、これ。ほんとだよ。遠隔操作でシャトルランや。お、いいよ。ビダルさん、まだまだいけそうですね。俺そんな走んな、まんじゅうキッチン。やばい、すごいプレスかけるの。めっちゃプレスかける。やっぱビダルが警戒するべき選手だからか。ちょっともうちょっとキーパー側行って、ちょっとやばい、やばい、まんじゅうケッチが暴れてるわ。どうすか。まだいけそうっすね。うわ、半分いってないか。半分いってない。俺は後半行くよな。もう超えてますね。30はいってる。36。あ、ほんとだ。いや、耐えれるかな。でも意外にギリギリだ。マジか。うわ、あとどうだ、あと5分。いや、せっかくだから耐えてほしいな。頼む、いける。そしたらビダル、お、耐えた。緑だ。すげえ、すげえ、すげえ。危ない、危ない。ビダルさん結構ギリじゃん。前半超えたぞ。支配率 100% だ。で、もらっちゃおうかな。ちょっと待って。 OK。 うん、まあ2分ぐらいだからね。そうだね。まあここから計算してもらえばちょっと回復してるよね、やっぱ。さあ、まだ5分しか経過しておりません。あー、でもそろそろ来んじゃない。あ、来た。うわー、いや、なんかやりきった感あるじゃないですか。いやー、やりきりましたね。だってうちの中で一番のスタミナ持ちっすもん。じゃあやりますか、ネドベドで。スタミナ98なんですよ。あ、そうか。この記録脱ぎますわ。いや、お前ビダルのコンディション舐めたらいかんよ。ビダルは数値以上のもの持ってるから。ビダルが、いや、もう関係ない、関係ない。はい、ということで、はい、うちのネドベド見ていきましょう。まあ、ここですよ、みんなが見たいところは。スタミナ98、同じ条件で、はい、試していきたいと思います。いきましょうか。多分渡せないんだよね、前に。あ、やべえ。あ、いいよいいよ、オッケー。さあ、ゲーム開始です。まあ、ちょっとこの辺から計算してくれ。2分だね。うん、なんかめっちゃ、これ下げるわ。めっちゃ張ってないっす。こいつスタミナ56しかねえのに。てかもう減ってる、やばい。うわ、やっぱネドベド選手やべえな、全然減ってねえわ。全然減んないな。いや、マジ行かないで。お前もこっち怖い。おい、ベルナ怖いな。え、まだそんなにあんのライフ。で、どんぐらいでさ、赤くなる、うん、まだ。いや、まだ全然だと思うよ。マジか、うん、多分余裕だわ、これじゃあ。はい、これ多分ビダルより全然余裕だと。マジ今んとこ今目立つな。うぃー、おい、プレス頼むぞ、お前。頼むぞ。前めっちゃ張ってんだから、ベルナードが。ファウリーニまで出てこようとしてる。いっちゃいっちゃえ、いっちゃい。さあ、こっから、こっから、こっからね。どこまで行くかな。お、まだ行くか。あ、でも結構やばそうじゃない。そろそろ来んじゃない。そろそろ来るかも。 これ予想通りこの辺で来んじゃない。そしたらもう、あ、来た、あ、来た。おお、数字通りだね、これ。うん。さあ、ということで、うん、スタミナ検証をやってみましたが、うん、かなりやっぱり差出るというところと、20上がるごとに10分ぐらい、約10分ぐらいプラスになるって感じですね。いや、でもほんとそうだよ。なんで10上がるごとに約5分。ビダルとかネドベドとかは途中で回復してるんであれなんですけど、ね、93と98で実際に後半からの差がちょうど5分ぐらいなんです。俺の予想してたさ、うん、比例するんだったらこのぐらいの時間じゃないかなっていうのが。確かに確かに、そう出たもんね。うん、いや、俺ね、ワンチャンなんかぶち抜いてもう75分ぐらいまでいっちゃったら面白いかなと思ったけど、しっかりそこは決まってましたね。なんで10スタミナの値が変わるごとに約5分変わりますね。おお、いや、これ結構参考になるんじゃないか。だから多分ビダルとか、うん、ネドベドとかは普通に使ってる分には、うん、スタミナ赤になることなんて
ほぼほぼないんじゃないかなと思います、ね。ただこの56のやつは早すぎだ。24件